ホーサオリです。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はーい、駅に来てます。違う大陸に行っちゃいましょう。よいしょ。今日はね、レンドア駅に行きたいと思ってます。港町。はい、これサンビタリアちゃんがいる町のはずなので、はい、ちょっと行ってみたいなと思いまして、はい、ちょっとストーリーには関係なさそうなんですけど参りたいと思います。お、なんかあのおじいさんがまた出てきたよ。キーエンブレム3つ手に入れたからかな。お、そうそう、賢者放浪さんね。おお、そのビビッドかつユニークな顔立ちはサオリではないか。また会ったのを覚えてくれてる。今日はどんな駅弁買ってきたんですか。そっちの方が気になるんやけど。よもやわしのことを忘れちゃいまいな。アストルティアに知らぬことなし、放浪の賢者放浪じゃ。すいません、名前は忘れてました。はい、駅弁を。今回はご飯のところに、なんか、なんやろ、卵かな、そぼろかな、なんかね、乗ってますね。気になるわ。あ、すいません。あ、なになに、ちょっと待って。卵とそぼろみたいなやつでスライムの絵が描いてある。え、めっちゃ可愛い。これ私も欲しい。写真撮りまくりたい。いいな、これは映えますよ、映えますよ。はい、すいません、フォローさんの話聞こう。はい、黙っている、食べている。あ、タコさんウィンナー、あ、食べている。ムー、ツーカートはいかんもんじゃな。わしが聞きたいのは当然お主が持つキーエンブレムの数じゃ。はい、3つでございますよ。はい、教えていますね。おお、そうかそうか、なかなか頑張ってるようじゃな。駆け込み出した、今回も駆け込み出した。ちょっと待って、空になったタイミングが分かりづらかったけど、すごい勢いで食べてましたね、途中から。そうじゃな、5個、いや6個、6個じゃな。ん、何が。沙織よ、お主にはキーエンブレムを6個以上集めてきてほしいのじゃ。ほう、それほどの腕前の持ち主ならば、わしも安心してお主に大事な使命を託すことができるからの。真剣モードでなんかお願い事されましたけど。また箸で顔さしてくるこのおじいさん。その使命とはズバリ、冥王ネルゲル。マジで、あ、倒し、奴に封印されたレンダーシアの大地を救うことじゃ。え、嘘、ネルゲルってあのね、すごい序盤に出てきた冥王、倒せるの。キーエンブレムを6つ集めたら、故郷の村をネルゲルに滅ぼされたお主じゃ。できることなら今すぐ仇討ちを果たしたいことじゃろう。そうですよね、もうめちゃくちゃにされましたから。だがなお若いの、焦りは禁物じゃよ。今のお主では到底あの冥王には勝てまい。それに奴の支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く、断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬという、はい、ラストダンジョン的な場所にお住まいで。そう、このわしを除いてはな。すごいじいさんなんや、この放浪さん、放浪の放浪さん。今は実力の証、キーエンブレムを集めながら力を蓄える時期なのじゃ。くれぐれも無策無謀に走るでないぞ。とのことです。はい、レンドアに着きます。本日の運転はスキッピオ運転手、車掌は私マリウス。そうなんや、へへ。自己紹介された。おお、もう着いたのか。相変わらず大地の箱舟は早いので、おじいさん食べの早いな。いかん、レンドア駅では名物のグランドタイタス丼を買うんじゃった。やっぱりグルメの旅ですね、放浪さんよ。はい、スライムのイケメンいいな、私も食べたい。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するときまた会おう。お主がキーエンブレムを6個以上集める日をわしは心待ちにしておるからな。ホーローさんが冥王ネルゲルのところに連れてってくれるらしいで。
俄然やる気が湧いてまいりましたね。うわお。はい、レンドアにたどり着きました。よいしょ。はい、ここにはサンビタリアちゃんがいるので会いたいと思うんですけど、はい、探索してまいりましょう。はい、船が出ないのか。船、はあ、そっか、港町やから船とかもあんのか。パパ、船に乗れないの？ねえ、なんで乗れないの？鬼の親子かわいい。はい、じゃあ、これ降りていけばいいのかな。ここもまた広そうですね。あ、バニーガールちゃんや。ようこそレンドアへ。定期船グランドタイタス号でリッチな船旅を心ゆくまでお楽しみくださいと言いたいところだけど、今は出航できないの。ごめんなさいね旅人さん。どうやらなんか船は出てないみたいです。何かしらの原因によって。気になるな。はい、早速サブクエスト白爪さん。はい、何でしたろか。声をかけましょう。まああなたは人混みの中でもパッと目を引くいい人そうなオーラ。頼み事何でも聞くからな。はい。何？ドラクエ10ショップ。街のおしゃれさんに話を聞きに来た。へえ。はあ、白爪さんが声をかけると警戒させてしまうんやって。まあ、確かになんか見た目がオーラありますもんね。そんな白い服似合うの白爪さんぐらいちゃいますか。あ、気の抜けた雰囲気。なんか悪口言われてんやけど。街のイケてる方たちにおしゃれのツボをインタビューしてきてくれませんか。はあ、受けましょうか。サブクエストね、ちょっとちらっとね、達成してるんでまだ空きはございます。多分大丈夫かな。どうなんやろか。あ、ツボ錬金ギルドにいるメイリンさんに会ってください。はい、わかりました。メイリンさんに会いに行けばいいのね。ネタになるサンプル。言い方がいちいちなんか勘に触るなこの人。はい、突撃隣のおしゃれさん。隣の晩御飯みたいに言われても。はい、わかりました。お、なんかレンダーシアについて教えてくれるって。お、聞いていかれますか。ではお話ししましょう。あ、レンダーシアとは世界の中心にあり、その地域一帯を指す地名です。そうですよ、私そっから来たんですよ。周囲は海に囲まれているため徒歩で向かうことはできません。レンダーシアに行く方法は一つだけ、この港町が誇るグランドタイタス号に乗って海を越えていくしかありません。またレンダーシアにはグランゼドーラという城がありまして。へえ、知らんかった。これは噂なんですが、何でもその王家のものは特別な血筋を受け継いでいるとのことです。一度お目にかかりたいものですね。初めて知る情報やったな。気になるな。今な、闇に覆われてるからな、早く助けたいですね。はい、レンドア来た。はい、に着きました。話しかけていきましょう。道具家事ギルドと壺錬金ギルド。はあ、私ね、でもね、あの裁縫職人として生きていくことに決めました。はい、いろんな服を作っていきたいと思います。これからはね、他の職人にはねちょっと慣れないみたいなんですよ。レベル10以上は他の職人になることはできないとかって言われたんで、はい、裁縫職人として頑張っていきたいと思います。はい、ご報告でございました。マジリクさんっていう方がいらっしゃいます。話してみましょう。はい、サンビタリアちゃんの声が聞こえるけれども、はい、今日はね、実物のサンビタリアちゃんに会えますね。嬉しいね。お、20人超えました。やったー。はーい、小さなメダル15枚もくれた。でもまだ交換できないんですけどね。ほうほうほう、見たところお前さんはレベル24以上の冒険者のようじゃな。各地を巡り旅も波に乗っている頃かの。割とね、慣れてまいりました、おかげさまで。この町で暮らすようになって随分経つが、わしも昔は世界を旅する冒険者じゃった。しかし今はもう旅に出ることもままならん。使わなくなったわしのルーラストーン欲しい。はい、昔話ぐらい聞きます聞きます。ふむ、では付き合ってもらおうかの。わしが長年の相棒とオーグリード大陸を旅しておった時のことじゃ。わしらは若く怖いもんなしじゃった。ある日グレン両島で見かけた魔物にもやれ力試しと戦いを挑んだのじゃ。しかし魔物は手強かった。
叶う相手ではないと気づき、わしらは慌てて逃げ出したと。昔話はここまでじゃ。はあ、見ての通りわしはすっかり老いてしもうた。若い頃に歯が立たなかった魔物を倒すなどもはやできるはずもない。倒してこいって言われるやつ。はい、来た。鎧の騎士グレン領と、まだ行ってない大陸ですねこれね。はい、欲しい。はい、頼まれましょう。やった、ルーラストーン、イエーイ。はーい、東側の奥間たち、またねクエストリストで確認したいと思います。鎧の騎士には歯が立たなんだ。そんなに強かったんですか。わかりました、イエーイ。ルーラストーン、そういえばね、なんかサブクエストいろいろクリアしてたんですね裏で。そしたらルーラストーン1個増えまして、わーい。はーい、今3つになってます。4つ目のルーラストーン、これはありがたいね。もう各地、うん、大陸ちょっとね、あの駅でねいちいちねうろうろするのめんどくさいからさ。はい、あ、ここにも黄色文字のスライムくんがいますね。レモンハルトくん。我が輩は騎士レモンハルト、名門レモンスライム家の跡取りだ。レモンスライムかわいい。無論悪いスライムではない、安心したまえ。我が輩は超一流の人物にまみえることで騎士としての見聞を広めるためこの地までやってきたんだ。どうやってそんな人物を探すのかって、簡単なことさ。超一流の人物にしか解けないクイズを出して探ればいいんだ。だけど今はクイズの問題を考えているところでね、時が来るまで心して待っていてくれとのことです。そのうち謎謎とか出されんのかな。はい、楽しみにしときましょう。あ、ここにもいたよ、ワルキューリー。モンスターがいっぱいいんねんけど。ベジークベジセルク、挑戦士に勝利を。魔性より遺伝子凶悪なる幻影たち、すなわち凶モードのボスに鉄槌を。何を言ってるんですの。凶モードってなーに。ああ、ワルキューリさん、どうも。キーエンブレムを持つ者よ。何時には強戦士ベジセルクとなる資格がある。何を言われてるのか全然わからへん。強戦士の章。強モードのボスに挑み戦うベジセルクになってみる気はあるか。まあ、とりあえず受けますけど、やめるかもしれませんけど受けますか。何、ワルキューリ自らベジセルクの心を解いて聞かせる。ちょっと後にしますか。うん、なんか強いモンスターと戦うことになりそうじゃないか。後にしましょう。さっきサンビタリアちゃんに会いたい。はい、南にやってきましたね。はい、またガラッと雰囲気が変わったりするのでしょうか。はい、いろんな種族が世界中からやってくる。そうね、旅人さんから面白い話をいっぱい聞けるのよ。毎日がとっても新鮮だわ。人がね、よく行き来する街って楽しいですよね。あ、詩人ナスガルド、なんか魔物も乱れてるところが面白いね。かわいい。僕は黄昏の詩人ナスガルド。はあ、あ、強戦士、またなんか言うてるわ、強戦士言うて。はい、あ、また今度始まるんやって。よわからんけど覚えとくわな、忘れてなかったら。ほんまにえらいことですわ、観光で成り立ってる町や堺ね。船がねんとほんまに困ります。このまんまやと観光客が少ななって、町はほんま寂れますよ。いや、ほんまに困ったことですわ。えらい読みやすいおっちゃんやったな。関西弁やからな。え、なんか可愛らしい女の子がいる、バネッサちゃん。はい、レンダーシア近海にいた人がここの詰め所にいるんだけど、帰ってから様子がおかしいのよ。この辺りは穏やかだけど、話を聞くにレンダーシア近海は想像を絶するほど荒れてるらしいわ。どうなってんやろ、レンダーシア、気になりますね。お、釣り浪士ハルモス。はあ、わあ、なんだなんだ。私は釣り浪士ハルモス、この世に生を受け今に至るまで幾年月あまたの水辺で魚を釣り続けてきた。はあ、時に若者よ、釣り師には見えぬが澄んだ水面を思わせる意味をしているな。名はふむさおりというのか。お前のようなものを待っていた、釣り道を極めるに値する器量を持つ者をな。釣り道。はい、ちょうど手元に初心者用の釣り道具がある。私に弟子入りするならこれを与えてすぐに釣りを始められるようにしてやろう。え、釣りとかできんの。へえ、沙織を我が弟子となって長く険しい釣り道を歩んでいく覚悟はあるか。はい、釣り、
お魚交換員、そうそういるのよ、お魚交換員っていうやつが。なんなんやろと思ってたのよ。釣りを始めてみたい、わーい。はい、丈夫な釣り竿もらった、金のルアーももらった。あー、釣りしたい、釣り、釣りを始める準備が整うやって、ルアーと釣り竿があったら。わあ、釣り、ちょっと後ほど釣りしましょう、これ釣り。はい、ちょっとサンビタリアちゃんに会いたいな。これ何、バシッコバンリー、可愛らしいな、この子も。また可愛らしいな、この子。はじめまして、この場所でバシルーラ屋を始めるバシッコバンリーだよ、よろしくね。バシルーラ屋はね、あなたが登録できる場所ならルーラストーンに登録していなくてもその場所に飛ばしちゃえるんだよ。超便利じゃないですか。え、でも飛ばすのはどこで飛んでも1日3回までなんだ。料金も50ゴールドもらうけど、いいよね。バシルーラ屋はバンディの他にもいるから、もしよかったら会いに行ってみてね。じゃあ改めて、ルーラストーンであなたが登録できる場所なら1日3回まで50ゴールドで飛ばしちゃうよ。今日はあと3回食べてよ。おお、なにこれ、めっちゃ便利じゃないですか。え、これ選べんの、これでさ、ちょっと待って、レーンの村とか、始まりの町とかにも飛べちゃう感じ、めっちゃ便利。え、ちょっと待って、あのダンジョンの入り口のところまで飛ばしてくれたりするんや。え、すごーい、すごーい。え、これクエストとかするときすごい便利じゃないですか。はらまー、へーサブクエスト達成するときこの子に飛ばしてもらえばいいんや、めっちゃいいやん。はい、あれ飛ばないの、残念。またバンリーに会いに来てね。うん、絶対来る、絶対来る。これさ、レンドアのところにルーラストーン登録しといたらこの子に飛ばしてもらいさえすればいいから、めっちゃいいやん。ちょっと連動はちょっとさっき来ときたかったな、これで、サンビタリアちゃんどこかな、こっちにも黄色も、じゃあ、いた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 、サンビタリアちゃん、会いたかったよ、可愛いな。え、結構ちっちゃいねんな。あ、来てくれたんだね、嬉しいな。イエローダイアリーに私自身の名前も書いておいたんだ、気づいてくれたかな。気づかなかったです、イエローダイアリー読んでないな、そういえば。私と君の間にもちゃんとつながりが生まれていたんだ、感謝の気持ちだ、受け取ってくれ。小さなメダルくれた、ありがとう。25人達成、順調だね。私と沙織ちゃんのコンビも板についてきたんじゃないかな。うん、そう思います。こうして君と話をしていると仲間といることの良さを思い出すんだ。今回もご褒美だよ、ハウセンゴールドくれたありがとう。出会いの魔法の効力は、沙織ちゃんが私の選んだ黄色になった名前の人たちと話をするまでなんだ。もう君には私の名前は黄色には見えないだろうけど、たまには会いに来てくれ、私はいつでも大歓迎さ。また会いに来る。サンビタリアちゃん可愛いな、好きやな。やあやあ沙織ちゃん、今日は何用かな、何かお話でもするかい。お話、説明を聞く。イエローダイアリーを見てみましょう。はい、見よう。はい、あ、結構まだまだいいな、このレンドア、結構まだまだいいな、これレンドアだけでも結構いいな。ラッカランのカジノフロアとかにもいんねや、全然行ってないもんな、カジノしたいな、またな。ちょっと待って、遊びハウスってなんやろジュレットのマッチかな。うん、このマークジュレットですよね。遊びハウスってなんだ。はい、まあなんか行ったところはほぼほぼ合ってるみたいです。よかった、サンビタリアちゃん、まったね。それじゃあ引き続き頑張ってくれ、応援しているぞ。ふふっていうのが可愛いよね。はい、ここにも黄色文字の人がいます、どうも。ひひ、よく来たな、お前さんが欲しがってるもの売ってやるよ。なに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 、急にどうした。買いに来た。はい、え、なんなんやろこれ、え、全然意味がわからないけど、ミニューシュっていうやつばっかやねんけどなんかいずれ役立ちそうな感じかな。はい僕はロンで、悪いファーラットじゃないロン、勇気ある冒険者を探しているんだロン。君はレベル20以上の冒険者だろ。そうです、君のような勇気ある冒険者に僕からお願いがあるんだロン。実は僕、このアストルティアとは違う世界に住んでいたんだろ。へえ、
僕のふるさとはモコモコの楽園といって、とても楽しくてモコモコな世界だったろ。モコモコしか伝わってこないんですけど。でもずっと昔、こっちの世界で魔王がやっつけられた時、その仲間たちが僕の世界に紛れ込んできて、楽園を入るたびに構造が変わる魔法の迷宮に変え、その迷宮の主として住み着いてしまったんだろう。だから君のような勇気ある冒険者を探して、憎き迷宮の主をやっつけてくれるようお願いしてるんだろ。やってくれるから。はあ、何、魔法の鍵の仲間たち、魔法の迷宮に行けるようになる。うん、いろんなクエストがあるな。ああ、来てしまった。頼まれ事が多いみたいだもん。やばい、片付けなきゃ。はい、釣り竿とルアーを装備しました。水辺で丸ボタンを押すと釣りができます。え、これでいい。釣り竿を持ってる。ルアーついてる、すごい。はい、話しかけましょう。はい、装備できました。水辺へ行き丸ボタンを押す。あ、どこでもいいの。はい、あそこの港の桟橋からも釣れる。わかりました、どこでもいいから釣りをしてみます。了解です。え、その辺に釣りできる場所あったよね。サンビタリアちゃんは見て、釣りするの今から。振り回してた。危ない危ない。これ遠いかな、釣れるかな、どうなんかな。フーマーさんどう思う。ラララ、うるわしの君よ、君は美しい海に眠る。眠りたくない。ラララ、君はもう自由。なんか矛盾してませんこの曲。僕の恋人に作った歌です。彼女は海を見たいと願っていましたが、カナマヌマは病でこの世を去りました。結構切ない物語でしたねそれ。彼女は身も心も自由となり、今はこの広い海に眠っていますよ。あ、そういった歌詞だったんですね。すいません、茶化してしまって。はい、え、ここ釣れんのかな。ちょっとと、あ、釣りをするって出てきた。え、こんな遠くでも釣れんの。釣ってみましょうか。はい、え、どうやって釣んのこれ。え、これ届いてるこれ。あ、釣りバトルの遊び方の説明です。はい、ルアーの食いつき度がゼロになる前に竿を引いて魚を岸まで引き寄せましょう。はい、なんかビルダーズ2の釣りと似てる感じかな。どうなんやろうか。竿を緩める全力で引くなどの釣り特技は一度の釣りバトル。釣りバトルっていう言い方がいいね。はい、使える回数が限られています。釣り特技を使うタイミングを見極め、見事魚を釣り上げるのです。難しそう。え、どうしよっか。竿を引く、はあ、た、会心の手応えあって、ジタバタ暴れている。どうしよっかな。全力で引いてみる。倍の力で引き寄せるが食いつき度が半減。でももうちょっとしたら釣れそうやから、ちょっとこれ全力で引いてみましょうか。よいしょ。あ、釣れたんじゃない？釣れた。は、なにこれ。アジを釣り上げた。やったー。サオリちゃん喜んでんの初めて見たけど、かわいいな。はい、 30.8cm あって、へえ。あ、釣り経験値とかあるんですか。あ、釣りレベルとかもあるんですね。へえ、魚を引き寄せる力が増えた。あ、レベルアップしたわ。ああ、もう一回釣ってみますか。何が釣れんやろ、あと。あ、トビウオっていうのも釣れるみたいですよ。はい、釣れへんかな。なんかかかってくれい。かからないね。かからない。飲んで待ってよ。うんうん、悠長に飲もうと思ったらかかりました。はい、釣りバトル。ああ、 56.4m、 結構遠いよこれ。おお、深く食らついたらしいよ。やった。全力で引きましょう。よいしょ、オッケーオッケー。結構近づいてきてくれた。うわわわ、こらあかんわ。どうしようかな。竿を緩めたら食いつき度を回復できるらしいわ。はい、回復させましょう。はい、必死に泳いでる。あ、離れちゃった。竿を引きましょう。どうだ。あー、まずいまずい。難しいねんけど。うん、泳いでる。もうちょっと緩めますか。引きましょう。よいしょ。あーん、離れちゃった。引きましょう。あー疲れているような。おチャンスチャンスチャンス。お会心。チャンスチャンス。あー、ダメだ。あー、行っちゃった。ちょっと楽しいやんこれ。これはちょっといろんなとこで釣れしたくなりますね。ちょっと
最初の例の村とかでも釣りしたくなるね。はい、また楽しみたいと思います。ロシ釣れたね、釣れた。はい、釣りしてきたよ。あ、釣り師沙織の誕生というわけだ。釣りの仕事を紹介してやるやって。そんな仕事があるんですか。あ、お魚交換員ね、各地にいますから。あ、その人に話しかければいいんですね。了解いたした。はい、釣りの仕事を紹介してもらえるようになった。やった。はい、あ、魚や景品を交換できるようになった。はい、また釣りしましょう。楽しいね。わーい。はい、クエストクリア、イエーイ。釣り道は一日にしてならず、毎日一匹ずつでもいい釣り続けることがお前の糧となるだろう。ありがたいお言葉をいただきました。釣りレベルがね、どんどん上がっていくんですね。はい、釣りレベル20で、あ、限界が訪れるとまだまだ先ですね。より大きく、より強い魚を釣りまくり、どんどん腕を磨くのだ。はい、ちょっと気が向いたら試しましょう。イエーイ。見て、夕日が美しいです。すごい大きい夕日が見えますね。うわ、海の色もこれ見て、綺麗。ひゃー、そうそう、あのさ、突撃隣のおしゃれさんみたいなやつをすっかり忘れてまして、ツボ錬金ギルドにやってきました。ツボ錬金ギルドのメイリン。メイリンね、メイリン。いたいた、こんな入り口にいたメイリンさん。見落としてたわ。あいつ話しかけてみましょう。あら、どうかされました？ツボ錬金について不明な点がありましたら何なりとおっしゃってくださいませ。その件ではございませんでして。おしゃれのツボ、ツボとかけたのかなこれ。はい、インタビューしてみましょう。はい、おしゃれのツボとイケてると思う人がいるか尋ねてみた。私のおしゃれのツボが知りたい？誰かさんから私の趣味のこと聞きましたの？それなら特別に教えて差し上げますわ。私のツボはフリフリした可愛い服ですの。いつも職人服でお仕事しているので、オンとオフはおしゃれに差をつけたいんです。休日の着飾った私は完全なる別人。ギルドの誰かとすれ違ったとしても絶対この私だとバレない自信がありますわ。結構変身しちゃう系女子ですか。秘密って楽しいですわよね。このことはくれぐれもお内密に。あとは私が生きてると思う方でしたよね。それならレンドア北の教会前にいるピタピタさんを推薦しますわ。ピタピタさん、あの方って実は超素敵なんですよ。毎日出勤する時にあの方とすれ違うんですが、この作業着を機能的ですごくいい服だって褒めてくださるんです。ピタピタさんみたいにさりげなく優しい言葉をかけられる人って素敵ですわ。私も見習いたいなって思ってるんですよ。はい、丁寧にメモした。次はピタピタに話を聞きに行こう。どのことです？まあ、街の中で片付くのかな、このクエストは。どうなんでしょうか。さっきの夕日が沈んだみたいです。はい、じゃあピタピタさんに会いに行こうか。いたよ、ピタピタさん。はピタピタさん、意外な見た目やった。はい、君どうしたの？さっきから僕のことジロジロ見て、この僕に何か用でもあるのかな。はい、おしゃれの壺についてインタビュー。はい、聞いてみました。おしゃれの壺？君妙なこと聞くね。よくわからないけど、こだわりならあるよ。僕は動きやすい服しか絶対に着ないんだ。この服を見てよ、機能的で無駄がない。僕に言わせれば服についた飾りは全て動きを邪魔するだけの余計なものなんだ。これはおしゃれさんでいいのかな。はい、あ、そういう意味では連動は南の船舶管理局のスギム局長はイケてるね。ああ、また次の人を紹介されてしまった。はあ、大変。ここかな、船舶管理室。すごいかっちょいい名前がついてますね。はい、この中にいらっしゃる、なんて人やったっけ。あ、スギム局長さん、いました、いました。はい。あら、なに、かわいい子が私に何か言おうかしら。あなたのお願いなら何でも大歓迎よ。初対面やのに大歓迎言われました。はい、おしゃれのツボ聞いてみましょう。はい、まあ、おしゃれのツボですって。よくぞそれを私に聞いてくれたわね。もちろんあるわ、それはね。ピンク、そう、ピンクこそ私のツボ。私の予想を見てちょうだい。頭てっぺんからつま先まで全身ピンクよ。すいません、なんか見えないところから話しかけてしまいましたけど。
はい、そうですね、髪の毛もピンクだし服も全部ピンクっぽい感じしてますね。ピンクはね、母なる強さを象徴する色なの。この港から海へ旅立っていく人々を母のような優しさで見守る覚悟の装いよ。ピンクこそ至高、このこだわりは絶対に譲れないわ。貫き通してください。で、あらごめんなさい、私としたことが熱くなりすぎちゃったわね。それで何だったかしら、私が思う受けてる人。あ、まだ紹介されちゃった。ジャガナちゃん、怪しげなサングラス。はあ、これが最後かな、どうかな。うん、チャガナさんって、ああ、さっきの取り寄せショーの方じゃないですか。確かにサングラス。はい。売り物じゃなくてですね、そうそう、今回はおしゃれのツボでございます。俺のおしゃれのツボだとそんなの見りゃわかるだろ。どうだ、俺を見てどう感じる？ヒゲとサングラスかな。チッ、ひよっこにはわかんねえか。俺の渋さを引き立てるワイルドな装いがよ。こういう服は若造には着こなせんね。俺に言わせりゃ、人生折り返してからがようやく服に負けない渋みがにじみ出てきて、おしゃれを楽しめるようになるんだよ。そのレベルに達しているやつはなかなかいねえが、まあ連動は駅の執務室にいるシガール長女。またなんか紹介されちゃった。長年クセモノだらけのこの街をまとめてるだけあって、背中で語れるいい男だ。そうですか、そうですか。あー、終わんないよ。はい、シガール町長の執務室にやってきました。お邪魔します。ほい、いらっしゃるでしょうか。お魚がドアの上にいる。扉の中にさらに扉があって、ここを開ける感じ。おお、なんだこの部屋は。すごいね、おしゃれ。はあ、でシガール町長いないんですけど。ちょっと沙織ちゃん、釣り竿でなんか樽探るのやめてもらっていいですか。あれ、いませんね、不在。あ、いたピリカさんっていうなんか可愛い秘書の方も一緒にいらっしゃる。イエスボスとお客様でしたが、これは失礼。私はシガール様の秘書、ピリカでございます。ボスのシガール様は無類の海好き。そんな自分が泳げないことを今更気づいてショックを受け、しばし寝込んでおりました。結構メンタルが弱い人なのかな。しかし、いつまでも寝てるわけにはいかないと満を持してベッドを飛び出したのです。さすがマイボス、ハートがお強いですわ。そうですかね。泳げなくて寝込んじゃうぐらいハートが弱いと思いましたが、はい、シガール町長。はい、静かな海を眺めていると悩みなど全て些細なことに思えるな。それがよかったよかった。はい、聞いてみましょう。はい、俺にとっておしゃれとは服だけでなく生き様すべてで己を表現するものだ。そう、まさにあの空を飛ぶカモメのように飛んでる。あ、飛んでるわ。自由に空を駆けるあのカモメたち、何者にもとらわれないあの姿こそ真のダンディズム、俺の目指す姿だ。生きたおしゃれを知りたいのならいい人を紹介してやろう。レンドは来たの。町外れにリリアンヌというモーゾンの巨人がいる。あー、まだリリアンヌって誰。あー、終わらない。いた、リリアンヌさん発見。もう最後でしょう、さすがに。はい、生かしてますね、この方は。生かしてる。あー、海風のこのシアーな輝き、あまりにセンシュアルで嫉妬しちゃう。これ本物ですよ、これ。この光を盗んでアートにしましょう。それができるのはモードの巨人であるこの私だけですものね。はい、聞いてみましょう。どんどんどん、至高のオートクチュールでみんなのおしゃれ魂を目覚めさせることこそ私の使命。コピーではない、まさにオリジン。暗闇から光が生み出し、みんなのファッション道を照らす灯火がモードの巨人であるこの私よ。だからそんな質問はもう終わり。私が迷える子羊ちゃんを救ってあげるわ。今までファッションの闇で迷子だったのね。私ではないんですけどね。おしゃれのツボを聞いて回ってることを説明しました。まあ、迷子なのは白爪さんだったの。あなたが私の元にたどり着いたのは運命よ。私が白爪さんを救ってあげましょう。はい、救ってあげてくださいね。わからんけど。あ、
このバッグをあなたに授けましょう。わあ、何くれるんですか。至高の作品は誰の心もインスパイアする。必ずや迷える子羊の心に光をもたらします。まあ、新しいモダンなデザインのバッグを取り出した。リリアンのバッグ、かっこ大事なものを受け取った。何に使うんでしょうか。はい、そのバッグはまだ世界のどこにも出回っていない試作品ですの。流行の最先端をあなたの手に託しますわ。行きなさい子羊ちゃん。暗闇の中で迷い続けている白爪さんをそのバッグで目覚めさせるのです。あ、最後に白爪さんに会いに行かなあかんのかな。はい、わかりました。ありがとうございました。長い道のりやったな。戻ってきましたわ。はい、はあ、どうでしたか。街のイケてる人たちのおしゃれのツボたくさん聞きました。めっちゃ聞けたよ。はい、教えましょう。はい、メモ頑張ってメモしましたからね、沙織ちゃんね。はい、なるほど、さすがおしゃれな皆さん、それぞれに個性的なこだわりがあってとっても参考になりますね。はいはい。あら、そのバッグはリリアンヌさんのデザインしたもののような。どこでそれを手に入れたんですか。本人からもらいましたけど。はい、見せてあげましょう。まあ、そうだったんですね。リリアンヌさんは今一番人気のあるデザイナーさんなんですよ。あ、そうだったんですか。ドラクエ10ショップの商品もいくつかデザインしてもらっていて、彼女から最新のバッグをもらえるなんてすっごくラッキーでしたね。参考になる話もたくさん集まった上、リリアンヌさんの最新作まで見られちゃってすっごく助かりました。お礼として、あ、なんか交換できるショップポイントいただきました。はい、ありがとうございます。あ、リリアンヌバッグを手に入れた。あっ、経験値もこんなにたくさんもらっていいんですか。やった、メッセージもめっちゃもらえたよ。苦労した甲斐があったよ。イエーイ。はい、最新グッズを扱ってんやって。へー、有効期限があります。わかりました。はい、また参りますね。はい、また使いたいと思います。イエーイ、経験値ゲット、やった、レベルが上がった。そう、サブクエストをね、はい、クリアしていくと経験値がもらえるので。あと、リリアンヌバッグって何でしょうか。装備できたりしますか。あった、リリアンヌバッグ、傘扱いやった。傘か。じゃあ他アクセのとこでいいんかな。これ装備したら見た目が変わるよね、きっとね。装備してみましょうか。はい、どうなった。見て、バッグ装備してる。ちょっとこのブランド感ありますね、これ。ちょっと高級っぽいよね、これ。高級ブランド感ありますね。やった、リリアンヌのバッグゲットだぜ。はい、てなわけで次回はメインストーリーを進めるべくまた別の大陸に行きたいと思います。イエーイ、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。